ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、HTML と CSS について解説していきたいと思います。はい、まあ、今回の内容なんですけど、まあ、フラスクによる、まあ、表示の部分の基本的な話について解説していきます。で、流れとしてはこんな感じで、最初に概要について話して、その後基本 HTML、CSS、レイアウト、値の受け渡しについて解説していきたいと思います。はい。それではまず概要なんですけど、まあ、今回解説する内容のソースコードっていうのは僕の GitHub 上にあります。で、その中でもこのフォルダーですね。1のフラスクの基礎。このフォルダーを利用します。で、まあ、これら全体のコードをダウンロードするには、この緑のコードっていう部分を押して、これですね。ダウンロード ZIP を押せばダウンロードすることができます。はい。それでは続いて、アウトラインとフォルダーツリーなんですけど、まあ、このアウトライン、目次ですね。このフラスクでウェブアプリ作成は、まあ、今回やってるシリーズなんですけど、まあ、この全体を通して今回は3本目の動画になります。で、今回からフラスクの基礎の内容なんですけど、この4つの動画、まあ、フラスクの基礎の動画に関しては、同じフォルダーを使います。で、このフォルダーの今回の HTML と CSS においては、この赤枠の部分のコードを利用します。これですね。app.py と style.css とこの 1-1-1-2-1-3-1-4 この5つのファイル、この HTML ファイルを利用します。はい。それでは続いて、まあ、このフォルダー上のアプリですね。この app.py を起動させるための、まあ、最初の処理なんですけど、まあ、これですね。1から3行目と最後の2行に、これらがまずその書いてあることを確かめてください。これですね。app の定義とか、実際にこの app.run でこのアプリを起動させるようなコードですね。で、これが書いてあることを確認したら、まあ別に確認しなくてもいいんですけど、ターミナルにおいて、まあまずこれ、pip install flask。まあフラスクを最初にインストールしたことない人は、これをターミナル上で実行してください。で、次にこれですね、cd で、まあカレントディレクトリをこの1のフラスクの基礎の場所にしてください。で、最後に python app.py でアプリを起動させます。はい。それでは続いて基本なんですけど、まあ、さっきターミナル上で最後 python app.py って実行したと思うんですけど、そうすると、まあ、どこかしらに URL が表示されます。で、その URL を何らかしらのブラウザ、まあ、Chrome とか Safari でアクセスしてください。そうすると、こんな感じで Flask で Web アプリ作成って左上に小さく出てきます。で、これはどの部分に対応してるかっていうと、app.py のここですね、6から8行目に対応してます。で、まあ、これが基本的な、まず最初に、基本的に URL にアクセスしたら表示される部分なんですけど、まあ、どういう風になってるかというと、まず6行目、これですね、app.root、これは URL を指定する部分です。まあ、要はその、表示された、さっきターミナルで実行して表示された部分の後の URL。なので、これはまず一番最初に、これですね、何も後ろに書いてないので、ただその URL にアクセスしたときに、まあ、この下の関数が実行されるっていうことになります。で、どんなことが実行されてるかというと、これですね。ただ、リターンのこれ、フラスクでウェブアプリ作成って返してるだけです。なので、まあ、ただこれ、テキストを返して、この、表示させてるだけになります。はい。続いて、HTML の利用なんですけど、まあ、さっき、関数を返すときに、ただテキストで返してました。じゃなくて、あらかじめ HTML ファイルっていうのを作って、それを参照できた方が、まあ、はるかに便利なんですね。で、それをやっていくんですけど、どういうふうにやるかっていうと、まずこの app.py において、まあ、これですね。app.root で、これ、URL の部分を HTML にします。で、ここ関数をこういうふうにレンダーテンプレートで、この HTML ファイルを指定するようにします。そうすると、まあ、これですね。レンダーテンプレートっていうものを使うだけで HTML ファイルを参照することができるようになります。で、実際にこの 1-1-index.html ってどういう内容かっていうと、こんな感じの内容になってます。で、これいろいろ書いてあるんですけど、まずこの、大体メインはこの赤い部分ですね。このボディっていうので囲まれている部分になります。で、それで実際にこの指定されたこれですね、URL。まあ、要は元の URL にこのスラッシュ HTML でアクセスすると、この HTML ファイルの内容が表示されます。で、実際にこう見てみると、まずこれ H1 ですね。これヘッダー1の意味で、まあ、大きく表示される部分が HTML の利用ってなって、これ表示されてますね。で、ここはただここに内容って書いてるのがここに表示されます。っていうふうに、まあ、この HTML ファイルのアクセスの仕方っていうのが、まあ、もともとそのフォルダーツリーの中に、テンプレートの中にこれが入ってるんですけど、この HTML を作成しといて、まあ、テンプレートの中に入れとくと、これですね。この app.py から、まあ、レンダーテンプレート関数を通じて指定すると HTML ファイルが使えるようになります。
はい、続いて CSS の利用なんですけど、まあ、さっき HTML ファイルを利用したんですけど、同時にその HTML ファイルから CSS を利用する方法っていうのを解説していきます。で、まず app.py の部分なんですけど、これはちょっと小さくて見にくいんですけど、まあ、やってることはさっきの HTML と一緒で、まあ、今回はこの URL の部分がスラッシュ CSS になっているっていうことと、これですね、参照している HTML ファイルが 1-2 の CSS.html になっているだけです。なので、まあ、さっきとあんまり変わりません。で、実際に表示されるウェブアプリっていうのがこんな感じになります。まあ、ちょっとこの背景の色を変えたり、文字の色を変えたり、あとはフォントサイズを変えたりしてます。で、これ、まあ、どういうふうに CSS ファイルを参照するかっていうと、まあ、実際にこれですね、HTML ファイルの中身を見るんですけど、この赤枠で囲まれている HTML ファイルと CSS ファイル、ここ小さすぎるので、ちょっと次の、板書に移動して解説します。はい、それではちょっと拡大した HTML ファイルと CSS ファイルなんですけど、まあ、この赤枠の部分ですね、変わった部分はこの赤枠の部分で、さっきと違う部分はこの部分になります。で、これですね、リンク、レールのスタイルシートにして、まあ、この部分が大事ですね。これ URL4 で、スタティック。これは、スタティックフォルダーに入っているファイルネームがスタイル .css、スタイル .css ファイルっていうのを指定しているってことです。この一文を足せば、簡単に CSS ファイルを利用することができます。で、実際にこの中身ですね。CSS ファイルの中身はこんな感じにしてます。まあ、このボディの部分にはマージンとか、あとはバックグラウンドカラーでグレー。まあ、さっき、ウェブアプリ見たら背景がグレーだったと思います。で、文字の色がホワイトとか、あとは H1 の部分、これですね、H1。この部分ですね、H1 の部分っていうのは、色をブルーにして、フォントサイズを100にしてます。で、こういった、これですね、ボディでこう、いろいろ指定したりするのが CSS ファイルの構造になります。ボディの部分はこういうデザインにするよっていうので、実際に HTML ファイルのこの青枠のボディの部分が実際にこの仕様になってます。で、この H1 でこのカラーとかフォントサイズを指定している部分っていうのは、この H1 で囲まれたこの CSS の利用っていう部分に適用されます。はい、続いてレイアウトの利用なんですけど、これはたくさん似たようなデザインのページを、まあ、何個も作るときに、まあ、その HTML ファイルですね、似たような HTML ファイルを何個も作るのがめんどくさいっていうときに、まあ、もう一つ型みたいなのを作っちゃって、そこからまあ簡単にこう引っ張ってこれる、継承して、まあ、その新しく HTML ファイルを作るみたいなことができます。まあ、やってみると簡単にわかるんですけど、まあ、今回はこんな感じですね、全体像が。で、ウェブアプリはこんな感じです。レイアウトの利用、ここに内容っていう、まあ、さっきと似たようなウェブアプリが表示されます。で、これですね。app.py。これ見にくいと思うんですけど、もうさっきからずっとやってることは一緒で、これですね。URL の部分はスラッシュレイアウトに変えてます。なので、まあ、ここをスラッシュレイアウトにすればアクセスできて、で、これですね。レンダーテンプレートのこの URL の部分じゃなくて、これですね。HTML ファイルのこの指定する部分が、この 1-3 のレイアウトサンプル。.html のこの html ファイルを参照していることになります。で、次に、まあ、実際にこの、あれですね、型みたいな html ファイルから、まあ、実際に継承するっていうようなことをやるんですけど、これはちょっと小さいので、次の板書で解説します。はい、それでは実際に html ファイル大きくしたのがこの2つですね。まず、さっき app.py で参照していた html ファイルっていうのが、この上の html ファイルになります。まあ、1-3 のレイアウトサンプル .html と。で、これの内容はこの9行ぐらいの内容になっています。で、次に、まあ、これ、この1行目見てほしいんですけど、これですね、カッコパーセントで囲まれてて、extends 1-3 レイアウト .html ってこう、違う html ファイルを参照してるんですね。まあ、これで継承するんですけど、この元の 1-3 のレイアウト .html ってどうなってるかっていうと、下。これ、1-3 のレイアウト .html は、こんな感じになってます。で、これ、普通に HTML ファイルが書かれてるなとか、さっき見たファイルと似てるなって思うんですけど、違うのがこの赤枠の部分ですね。この部分が違くて、まずこの H1 の部分に、ブロックタイトルとエンドブロックで囲みます。で、それの一個下は、ブロックコンテントとエンドブロックで囲みます。で、こうするとどうなるかっていうと、これですね。これをこう継承してくると、まあ、こんな感じで短く書けるんですけど、まず、これですね。ブロックタイトルとエンドブロックで、このレイアウトの利用っていう風に書きますと。で、ここはブロックコンテンツとエンドブロックで、ここに内容って書きます。で、これでさっきのウェブアプリが表示されるんですけど、どういうことかっていうと、これですね。元の HTML ファイルのこの部分、
この部分に書きたい内容っていうのだけをここで書けばいいんですよ。要はこの H1 で囲まれた部分をブロックタイトルとエンドブロックで囲まれているので、この継承先でそれで囲み直して中身の内容を書けば、まあそれがもうこの他のデザインの部分っていうのは全部一緒として、まあその継承することができます。はい、それでは続いて値の受け渡しについて解説していきます。で、値の受け渡しって何かっていうと、これですね。app.py で定義された内容の値をこの HTML ファイル上で利用する方法っていうのを解説します。で、それにプラスして、この URL 上に打ち込んだ内容っていうのを app.py で使えるようにする方法も解説します。で、まず、まあ、このどっちにしても HTML ファイルっていうのは同じ HTML ファイルを参照します。これがま、1の4の value.html を参照します。で、まずこれについて解説します。で、これどういう内容になってるかっていうと、まず継承を使って1の3 layout.html を継承してます。まあ、さっきと同じ HTML ファイルですね。それを継承して、このタイトルの部分と内容の部分を定義します。で、このタイトルの中身どうなってるかっていうと、この二重括弧で囲んでるんですね。この二重括弧が秘密があって、この二重括弧を使うことによって、この app.py で定義された内容っていうのをこう利用することができます。なので、ここにこの二重括弧でタイトルっていうのと、こう二重括弧でコンテントってなってるんですけど、まあ標準はこういうふうになってますよね。値の受け渡しと、ここに内容っていうふうになってます。で、ですので、まあこっちでタイトルっていう変数とコンテントっていう変数はそれぞれ値の受け渡し、このタイトルには値の受け渡しっていう内容が定義されてて、このコンテントにはこのここに内容っていう内容が定義されているふうになります。はい。それでは、さっきのこの app.py の部分だけ拡大しました。拡大して見てみると、まずこの26行目から28行目を見てください。これですね。まあ、app.root のこのスラッシュバリュー。まあ、要はこのスラッシュバリューって定義すると、これが表示されますと。で、ここで、これですね。1の4の value.html っていう HTML ファイルを参照してます。まあ、さっき見た HTML ファイルですね。それでこの値の受け渡しとここに内容って表示されるんですけど、それぞれこれですね、タイトルイコール値の受け渡しとコンテントイコールここに内容っていうふうにこう定義してます。なのでこのレンダーテンプレートの中に HTML ファイルだけじゃなくて、この変数の定義をそれぞれ入れると、まあ、その HTML ファイル上でこの二重括弧で囲むことによって、その HTML ファイル上でこの app.py で定義した値っていうのを表示させることができます。で、続いて、これですね。こっちの URL 見てほしいんですけど、こっちの URL は元のこのスラッシュ、バリューのスラッシュの後に、これ、値の受け渡し2と、ここに内容だよ2っていうのをこの打ち込むと、その、この、ここに入力した内容がそれぞれタイトルと内容になります。で、これはどういうふうにしてるかっていうと、この30行目から32行目の内容になります。それぞれまずここの部分変わりますね。この app.root の部分がこの、バリューの後ろに、この、チョンってこの、不等式みたいなやつで、タイトルって囲まれてます。で、その下のスラッシュでは、コンテントが囲まれてます。これによって、まずこの、バリューの後のスラッシュがそれぞれ、タイトルとコンテントだよっていう、この、目印になります。で、そこから、この下の関数にそれぞれ、ここで定義されたタイトルとコンテントを引数として入れますと。で、それがそれぞれタイトルとコンテントになって、それを、これですね、タイトル、に代入して、コンテンツにそれぞれ代入すると、HTML ファイル上でこれが入力されることになります。入力じゃない、表示されることになります。はい、それでは最後まとめなんですけど、今回はまあ HTML と CSS っていうタイトルなんですけど、まあフラスクにおいて基本的な表示としてまあ HTML だったり CSS、あとはレイアウトで、まあその他の HTML ファイルを継承する方法とか、値の受け渡しについて解説を行っていきました。はい、いかがだったでしょうか。今回の HTML と CSS について、もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。